茨城県立鹿島サッカースタジアム。茨城県立鹿島サッカースタジアムは、茨城県鹿島市にある、サッカー専用スタジアムである。日本プロサッカーリーグ、J リーグに加盟する鹿島アントラーズが、ホームスタジアムとして使用しており、その運営会社である、株式会社、鹿島アントラーズ FC が、指定管理者として、運営館を行っている。新聞などの報道では、 カシマサッカースタジアムやカシマスタジアムまたは単にカシマと省略して称される場合がある。また、カシマ市やその周辺での標識ではカシマサッカー場と表記されるもの見られる。なお、逸はサッカー競技会場となる2020年東京オリンピックでの大会事名称は茨城カシマスタジアムである。日本で プロサッカーリーグを創設しようという動きが具体化した1990年、平成2年に、茨城県を拠点に活動していた、住友金属集球団が、J リーグへの参加を表明したことを契機として、1993年、平成5年3月26日に収容人数約1万5000人、日本初の全席性もたれ付きの個別席。 スタンド全面が屋根付きの設備を有するサッカー専用スタジアムとして誕生した。スタジアムは同年5月の J リーグ初開幕に間に合わせるため着工から竣工まで約1年という後期で建設された。1998年平成10年には 2002FIFA ワールドカップ開催に合わせて既存設備にタンド等を増築するなどの大規模改修が行われ、 二層式スタンドを持つ収容人数4万1800人の現在のスタジアムの形に変わり2001年平成13年から共用を再開した。施設者の茨城県は自らの広報ページの中で同スタジアムをサッカー専用施設として建設するにあたりスタンドとピッチとの距離が近くスタンド傾斜を大きめに取るなどどの席からもゆったり観戦しやすいように配慮がなされた。 設計が行われていると紹介している。施設規模は建築面積3499メートル、延べ床面積85019メートルを有し、主要構造部が鉄骨鉄筋コンクリート作り、鉄骨作りの地上6階建てで建物の最高高さは49.5メートルある。2012年現在の収容人数は4728人で二層式スタンドの 観客席は全席背もたれ付きの独立シートを備える。サッカーの試合などが行われるフィールドは115メートル78メートルの天然芝で芝を養生育成するためのスプリンクラーとアンダーヒーティング設備を備えており、その他運営書室や寄品室、放送関係設備など 2002FIFA ワールドカップをはじめとした国際試合開催に対応である諸設備を備えた。 サッカースタジアムとなっている。2006年4月1日からアントラーズの運営会社である株式会社鹿島アントラーズ FC が指定管理者となり現在に至るまでスタジアムを管理している。活動を理念としてザドリームボックスを掲げスポーツ以外の事業などにも取り組んでいる。現在はサッカーの試合開催以外にも健康事業やスタジアム周辺で フリーマーケットの開催などを持っている。健康事業はアントラーズが2006年10月から開始し、厚生労働省の委託を受けた介護予防事業も行っている。日本サッカー界で世界に通用するサッカーを目指すためにプロ化が絶対不可欠という機運が高まった1991年、平成3年、日本サッカー協会は2年後の1993年、 平成5年5月に日本リーグを付加することを決定した。プロサッカーリーグ参加の10チームが選ばれ、その中に、鹿島をフランチャイズとするアントラーズの前身である、住友金属工業集球団も10番目のチームとして滑り込みで出された。鹿島開発以来、活気の薄れていた地元、鹿島を魅力ある街にするために、茨城県をはじめ、地元行政、民間、 企業など、懇談会を結成し検討していた関係者は、若者が集まる地域づくりの起爆剤になる、鹿島開発以来の黒船来航と、これを大歓迎した。この時、協会が示した、J リーグ正会員となる条件の一つに、1万5千人以上収容可能な本拠地スタジアムを、平成5年春の J リーグ開催までに確保するという、ものがあった。鹿島町内には、 プロサッカーリーグの本拠地スタジアムとして想定されていた1万5千人の観客を収容可能な陸上競技場や球技場がなく住金衆球団が本拠としていた住友金属工業鹿島製鉄所現日鉄住金鹿島製鉄所内の多目的グラウンドは約5千人の収容人数でプロサッカーリーグの基準が満たせなかったため茨城県の全県的な応援体制で プロサッカー場を建設しようという当時茨城県知事、竹内藤雄の決断があった。各して J リーグ参入が決定すると、鹿島町が整備を進めていた、鹿島灘に面する牧田の高運動公園内に建設予定だった3000人規模のサッカー場を、茨城県は J リーグ企画に適合する専用サッカースタジアムに計画を変更して建設することで即決した。 1992年、平成4年、茨城県は82億円を拠出して、観客1万5000人を収容できる全席、屋根付きサッカー専用スタジアムの建設が始められ、翌1993年、平成5年に竣工した茨城県立、鹿島サッカータジアムは、本格的な設備を有する、サッカー専用スタジアムとしては、日本初のものとなった。 この時のスタジアムは敷地約4ヘクタール、天然芝のフィールドは10568メートル、主要構造部は鉄筋コンクリート作りで、スタンドの最高高さ19.41メートルの地上を3階建てであった。1993年、平成5年5月4日に開かれた観光式で、茨城県立鹿島サッカースタジアムは誕生し、式典後のコケラ落としカードとなったアントラーズ隊。 フルミネンセ、ブラジルとのプレシーズン待ちで、ジーコがスタジアム初ゴールを挙げた。そして J リーグ公式戦としての初戦、1993年 J リーグ開幕節である5月16日のファーストステージ対名古屋グランパス8戦で、ジーコがハットトリックを達成し、アントラーズは5から0で解消した。同年に開始された J リーグの試合では、 スタジアムは常に超満員の盛況となり、熱狂的な地域住民と直結のプロスポーツの伝道になった。また、ジーコは1994年の現役引退後もテクニカルアドバイザーなどの形でアントラーズに貢献したことから、スタジアムにはジーコの銅像が混流された。2002FIFA ワールドカップの開催が日本、韓国に決まると、1992年、 平成4年7月、茨城県はワールドカップの開催地に立候補し、1996年、平成8年12月に茨城県が開催地の一つに選出され、県は国際試合にも対応できる施設を目指して、スタジアムの増築、改修を決定し、ワールドカップ開催に間に合わせるため、1998年、平成10年10月に改修工事に着工、 2001年、平成13年5月15日に竣工するまで2年、8ヶ月の特幹工事で工事が進められた。完成した新スタジアムは、敷地面積10.7ヘクタール、スタンドは最高高さ49.5メートルの地上を6階建て、収容人数は4万1800人、内車、椅子140席に拡張され、2002年、平成14年6月に、 ワールドカップの会場の一つとなり、グループリーグ3試合が開催された。2019年新日鉄住友金属ゲートを企業名解明により、日本製鉄ゲートへ解明。鉄筋6階建て、2層式スタンドに4728人を収容し、メインスタンドは東向き、西側の鹿島サッカースタジアム駅側、バックスタンドは西向き。 東側の国道51号側に配置されており、車椅子の観戦席が100席バックスタンド側にあり、国際試合に対応できる諸設備が備わる。スタンド上に、楕円型で波打つ形状の屋根が、客席の3分の2を覆い、南側と北側の2階席に、縦9.6メートル横19.2メートルの大型映像装置を備える。ピッチ内に、日本国内。 サッカースタジアムで初となるスプリンクラーを配備。スタンド1、2階を分けるコンコースに、W 杯開催記念の笠間焼きメモリアルダイルを約2万1000枚展示し、感染者への配慮からトイレの数は560個ある。スタジアム構内と隣接地に、公営2630台分の駐車場がある。芝は、ケンタッキーブルーグラスという1種類のみを採用する。地芝草で、 その名の通り青に近い緑色が特徴で、真夏の暑さにも強く、病気の強さ、暑さ対策、色合いの点から選ばれたものであ、アメリカのメジャーリーグの野球場で使用されている芝と同じ種である。また芝の管理システムは、常に安定した緑化を保てる、要、ピッチ内にスプリンクラーを設置し、地温コントロールシステム、アンダーヒーティングを導入している。 ピッチ内にスプリンクラーを設置する方式は J リーグ公式戦主要スタジアムとしては日本国内初である。コンコースとは建物2階部分にあたるスタンド席裏側の広いスペースのことで鹿島スタジアムでは歩いてぐるりと一周することができる。イベント会場にもなりコミュニケーションの場としても提供される。ンン対策として各入場ゲートにセキュリティフェンスを設置し、 バナイアコンコースに監視カメラを58台設置するな、ハード面での対策が講じられている。旧茨城県立鹿島サッカースタジアムは、茨城県のスポーツ振興の拠点であるとともに、鹿島アントラーズのホームグラウンドともなり、1993年5月の初オープンから2000年9月の増改修のため時、休止されるまでの約7年半の間、J リーグを中心に、 サッカー公式戦が開催された。国内サッカースタジアムとして日本初のものはすべての観客席が屋根付き、四方とも観客席が独立した一席1500ルクスの高渉度や間照明、セルシステム採用の天然芝フィールドであった。これらは当時のサッカー場の水準を上回る最新設備であり15000人規模の サッカースタジアムとして見れば世界一の設備を有するもので国内サッカー場の中でも鹿島スタジアムの大きな特にもなった当初から将来日本でワールドカップが開催された場合に対応できるように4万人程度の収容能力に高める余地を残した設計がなされており建設では J リーグ開幕に間に合わせるためプレキャスト工法を導入するなど 工期短縮の工夫が随所で見られ、わずか13ヶ月間で完成している。施工は、竹中工務店、住友建設、上層開発工業の共同企業体が担当し、在来工法による工期は23ヶ月と、試算されたが、現場近くで、梁や床、階段などを製造して、部品を組み立てていくことで工期を大幅に短縮した。 日本で初めて採用されたスイス開発のセルシステムによる天然芝のグラウンドは芝面から四十五センチメートルの深さに全面ビニールシートを敷き詰めスリット付きのパイプを張り巡らせて砂を敷き芝の種をまいて作られたものであるセルシステムは埋設されたパイプの水位を上下させることにより給水、排水、肥料などの薬液を供給するシステムですなわちグラウンドには スプリンクラーはなく、旧来のサッカー場では水はけを考慮して傾斜が設けられていたが、鹿島では排水勾配の必要がない傾斜率ゼロの平らなグラウンドが可能となり、これが旧スタジアム最大の特徴にもなった。鹿島の気候に合わせ、フィールドには鹿島の砂が使用されており、テストして差し出に合う選び抜かれた断地性、寒地性、 日陰に強い3種類の葉芝をブレンドしたものが使用された。欧米育ちの芝にとって日本の夏場の高温多湿の気象環境は芝の育成に厳しい条件となり、鹿島では過去に2度の大規模な芝の夏枯れに見舞われている。芝についた朝露が日光に照らされてレンズ効果で芝が焼けてしまう現象に対しては大型扇風機を何台もピッチ脇に設置して 人工的に風を起こし、炉を吹き飛ばす対策を行って、問題を解消させてる。すべての席の頭上に、テント生地の屋根が覆っており、使用された布地は、東京ドームと同じ材質のものが使用された。一万五千人の観客席は、ベンチ席はなくすべてが独立しており、客席一人あたりの面積は零点六二メートルと、従来施設平均零0四から零点五メートルより、 ゆとりある設計がされていた。メインスタンドの座席の色は太平洋に由来する青で、バックスタンドはアントラーズチームカラーの赤が使用され、ローマ字で白くカシマと染められた。スタジアムの四隅に設けられた照明灯は1500ルクスを確保したもので、この当時、一般的な既存サッカー施設の500から1000、ルックスよりもフィールドの芝生を明るく照らし出すものが設置された。 1993年の会場当初、茨城県立鹿島サッカースタジアムの収容人員は1万5000人だったが、その後立ち見席を設けたため収容人員は約1万6000人となった。だが、茨城県は 2002FIFA ワールドカップ W 杯の開催地として立候補しており、茨城県立鹿島サッカースタジアムを開催会場とすることも決まっていたことから、 スタジアムの処遇を検討する必要に迫られた。1995年5月31日に、茨城県から W 杯日本招致委員会に提出された第三次、最終開催計画では、すでにスタンドを40メートルの高さの2層式にして、収容人数を万5000人から4万3000人に、するほかプレスゾーンも拡大し、観客席の3分の2に屋根をかぶせて、 屋根下に照明を整備する内容とされた。既存の茨城県立鹿島サッカースタジアムを継続使用しながら増築する場合、安全上の問題が生じ消防法に抵触する恐れがあることから、一時はスタジアムを新規に建設することも検討された。W 杯の茨城県開催に向けて、鹿島サッカースタジアムの改修か新設かを検討していた。 斉藤義則茨城大学教授などの有識者らで構成する鹿島サッカースタジアム整備検討委員会は1996年12月19日に最終報告書を橋本正茨城県知事へ提出し、検討委員会が示した報告書の中で改修、新設の両論を併記し、 それぞれの利点や課題について述べられたが委員会としての結論は下さず最終判断は知事に委ねた。これを受けた橋本知事は新規建設の場合は建設コストが多額に及ぶことや旧スタジアムを鹿島市へ譲渡移管した場合に鹿島市側の受け入れ費用、スタジアム維持費用年出が対応しきれないとの鹿島市内部の判断があったことを理由に 同年12月27日に、既存の茨城県立鹿島サッカースタジアムを増築することを表明し、1998年より着工して2001年開催にされる W ハイプレ、大会である FIFA コンフェデレーションズカップ二千一2 0 0 1までに完成させる予定を発表した。改築事業は1998年10月から2年8ヶ月間に及び、設計は日建設計。 建築工事は竹中工務店、住友建設、勝村建設、上層開発工業、岡部工務店の5社による共同企業体が施行を担当し、はじめの2年間は試合のない冬場を中心に工事が行われた。アントラーズはこの間茨城県を離れ、ホームゲームを東京都新宿区の国立霞ヶ丘陸上競技場、国立競技場などで行った。 収容辞任を約4万2千人規模とするため、基礎スタンドの屋根を外して増設部分となる2階席を設置。昼間のテレビ中継で逆行による映り具合の悪さを解消するため、東側にあったメインスタンドと西側にあったバックスタンドをそっくり入れ替えた。また、観客の利便性を向上するため、 観客席内の車椅子席の数を増やし、スタンドのコンコースを一周できる構造へと変更している。年間を通じて、緑の芝生を維持管理するために、国内初の導入例となったセルシステムは、カシマスタジアムの芝生の全面張り替えと共に撤去され、スプリンクラーへと置き換えられた。その理由は、観客席スタンドを二層式とするにあたり、 ピッチ面の風通しが悪くなることと、7年が経過して、土壌が固まり、セルシステムが十分機能しなくなり、排水のみの利用となっていたなど影が出ており、新スタジアムの構造になると、フィールド天然芝の育成環境が大きく変化し、夏場の蒸し暑さにも十分対応しきれなくなったためで、ある、W ハイ開催に向けた、改修工事を終えて4万人規模に生まれ変わった。 新スタジアムは2001年5月19日にオープニングゲームとなる J リーグ鹿島対鹿島戦を開催し同試合前に観光記念式典が開かれたそして同年5月31日に初の国際試合となるコンフェデレーションズカップを迎えブラジル対カメルーン戦が開催された2011年3月の東日本大震災において 観客席を中心に著しく損壊。このためシーズン中での早期復旧、使用再開のため釣りや根式の照明、音響設備を撤去し、2階席の各コーナー付近に照明を設置するなどの応急修理を行い、2011年6月からスタジアムの使用再開。シーズン終了後の12月から本格的な修復工事を行い、2012年3月に、 完全復旧した。この際同時に耐震化補強が施され、照明など釣りや根式構造物の落下防止として世への防護柵が設置されるなど、同規模地震に耐える剣道構造となった。これにより、周辺地域の防災拠点としての機能が追加された。2017年度には、蒸気のホームとアウェイへの応援席を入れ替えを行うと、共に、開設当初から、これまで、 北側2階席、解設当初は南側原1階席に使用していた特典表示専用の電光掲示板、並びに南側2階席の大型映像装置が撤去され、この箇所に新たな最新鋭の機能を兼ね備えた大型ビジョンを設置、2面マルチビジョンに移行することになった。このビジョンは既存の南側2階席にあるものよりも、 大きく設定されており、2016年末に着工、2017年2月の開幕までに完成を目指すとしていたが、南側、新ホーム側については、2017年2月20日の ACL2017 第一戦、ウルサン現代 FC 戦で、使用開始、北側、新アウェー側については、機種更新の関係で、同年4月頃の完成を目指して、工事を進めている。 新ビジョンでは、大型映像操作室との連携により、スーパースローカメラなどを使い、試合のダイジェストリプレイなど、観客に多彩な映像演出を展開するとしている。試合時に販売される食品の質が、国内トップクラスと称されるほど、非常に高く、売店も多く出店している。人気を示す一例として、J リーグの公式ファンサイト、j s ゴールが2014年に行った、 スタームグルメ投票では、鹿島スタジアム内の各店舗で販売される、もつ煮が1000票以上を集めて1位、ハムの塊を串に刺す、ハム焼きが500票以上で8位となっていた。この両者は、鹿島アントラーズの公式サイトでも、鹿島サッカースタジアムはグルメスタジアムと言われるほど、いろいろな売店があります。定番メニューとして、もつ煮、いつハム焼きが挙げられますとして触れつつ、 同時に、この他の店舗も紹介されている。このほか、J リーグでのアントラーズ主催試合では、アントラーズのホームタウンとなっている、鹿島市、上須市、板子市、鉾田市、行方市の古市や、フレンドリータウンとなっている、茨城県、千葉県の霊市町村のイベントが随時開催され、各市町村の特産食材が提供される。古い競技場などでは、消防法や、 設備の関係で敷地内で火を使えず満足な食品が供給できないことも多いが茨城県立鹿島サッカースタジアムは設計段階からプロサッカーの工業で売店が出店れることを想定していたためスタジアムコンコース各所にガスや水道のラインが整備され消防法の基準もクリアした設計がなされておりその場で大量の温かい食品を調理することが 可能になっている。公共交通機関によるアクセスは、東日本旅客鉄道、JR 東日本鹿島線、鹿島臨海鉄道を荒い鹿島線鹿島、サッカースタジアム駅、スタジアムまで徒歩5分と、東京駅から鹿島神宮駅経由でスタジアム前まで運行される、高速バス、鹿島号、及び臨時高速バスが主となっている。 スタジアムが完成したことによる交通への影響は、1993年のコケラ落としの試合で、国道51号や東関東自動車道など、スタジアム周辺の道路で、最大1 1キロメートルの交通渋滞が発生し、インフラ早期整備に課題を残した。これを教訓として、鹿島町、現、鹿島市が中心となって、JR、大洗鹿しません。 関東鉄道などに協力を働きかけて J リーグ開幕戦に合わせて列車、バスともに増発便が来た。現在の鹿島サッカースタジアム駅はもともとは JR 東日本と鹿島臨海鉄道の営業分解である北鹿島駅という貨物駅であり乗客の乗降はできなかった。1991年2月に住友金属サッカー部後の鹿島アントラーズの プロリーグ初年度参加が決まると、同年11月から同駅を利用する、JR 東日本千葉支社、日本貨物鉄道、JR 貨物関東支社、鹿島旅客道、及び鹿島町と茨城県による旅客化協議が開始され、1993年5月に駅改修工事の起工式を挙行、当初の目標より1年遅れて1994年の J リーグ開幕時、 3月12日より同駅を解消の上、旅客営業が開始された。同駅が工事中だった1993年シーズンは、鹿島線鹿島神宮駅や大洗鹿島線鹿島、大野駅からのバス輸送が行われたが、同駅の旅客営業により、水戸、伊達方面からの観戦客は、鉄道見での来場が可能になり、輸送状況は改善された。なお、同駅は、 試合開催日にのみ大洗鹿島線の列車が停車する臨時駅となっている。W 杯が開催された2002年は、スタジアム周辺の国道、県道、市道が相次いで整備されて開通している。W 杯開催に間に合うように交通インフラ整備が急ピッチで行われた道路は、スタジアムと直結する国道51号鹿島バイパス、国道124号バイパス、 県道太陽鹿島線、県道鹿島高線などがあり、いずれも市内の主要幹線道路の拡幅やバイパス化が行われた。J リーグ開催時には周辺道路の渋滞が激しかったが、2002年にはおおよその交通体系の骨格が出来上がっている。2007年からは試合前の観戦客を対象にした無料周遊観光バス鹿島巡り、牧電号が 鹿島市や同志観光協会などにより運行されるようになった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。